はい、なんにちゃー、ささやんです。本日もニュースを続いていきましょう。今日前半の題は、先日日米首脳会談に合わせて、日米フィリピン3カ国首脳会談もやったんですが、これがどえらい気に食わないと、中国が真っ赤な顔して怒ってるので、うっせえたこって形で決めに行くのと、後半は、とある調査で首相にしたくない人、ワーストワンが2位に圧倒的な大差をつけて、令和の山本太郎が選ばれたので、 その辺がっつりお伝えします。僕の喋りを聞いて目のつけてがいいなと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速まずは中国が完全に取り乱しちゃってるようなお話を毎日新聞より見出しがですね、中国日米比首脳会談に猛反発、アセアン米国より中国を選ぶということで本文を抜粋して読んでいきましょう。初の開催となった11日の日米比 首脳会談では、海洋安全保障や経済面での協力が全面に打ち出された、東シナ海や南シナ海での海洋進出に拍車をかけ、経済的な威圧を強める中国を結束して抑止しようとする日米フィリピンの3カ国に中国が激しく反発。何が激しく反発するだよ。嫌がらせしてんのはそっちじゃねえか。さっさと南シナ海と尖閣エリアからあっちへ行っちゃいなって話ですよねってくだらないギャグは横に大きい、えー。フィリピンと激しく対立する中国は 苛立ちをあらわにしている言われのない非難と悪意のある中傷は絶対に受け入れられないある国は生きがい勢力の手先になろうとしているが歴史が示すようにいずれ捨て駒にされると中国の孟寧ーー副報道局長は昨日12日の記者会見でそう述べ強く反発した捨て駒っていうのはあれでしょうかね中国と密接関係だったのに途中ではしごを外れちゃった韓国の大統領パク・クネのことでしょうかねあのあと収監されちゃったねパク・クネさんね あれほど惨めな大統領は他にはおりません。まあそういったね感じで、はしご外しや捨て駒こそですね、中国の伝統儀だと思いますがと。で、中国にとって東シナ海は台湾などと同じ革新的利益だ。南シナ海を掌握することには習近平指導部が歴史的な任務だとする中台統一にも深く関わっている。環球時報は10日、専門家の論評として、米国が台湾と距離が近いフィリピンに接近して、抑止戦略を強めているとして、日遊びをする者は水 からもやけどすると警告したいやだからどっちが火遊びやってんだってそっちの方だろうシーチキンがあ違ったごめんなさいシーチキンではございません正確にはシーチンピンでございますがとで、ね、中国が危機感を募らせているのは米国が同盟国や友好国を巻き込み重層的な多国間の枠組みを強化しているからだ日米合意のクアッド米英合のオーカスそして日米間の協力枠組みなどが次々と構築されており8日には米 が先端防衛技術分野で日米とと協力をを検討することを発表した日米フィリピンの首脳会談も新たな包囲網になるとして神経を尖らせているというか中国人は文句ばっかり言ってますからね神経を尖らせるよりもですね口を尖らせる方がお似合いかと思いますがどうで こうした動きに対抗するために中国は ASEAN アアの国々への外交攻勢を加速させている、えー、1日には ASEAN アアの名士であるインドネシアの次期大統領ブラボー国防相を北京に招き習氏が歓待したそれから3日4日には王毅外相がラオス東ティモールベトナムの外相と相次いで会談したベトナムベトナムねえ 共産権同士だからある程度気心はしていってると思いますが一方でえ南シナ海ではベトナムと中国ねバチバチやってますからね中国の動きというのは本当に理解に苦しみます。あとで対立するフィリピンを除いた ASEAN アア諸国との関係を強化し ASEAN アアが中国と進める南シナ海での紛争防止に向けた行動機関の作成などを有利に進めたいという思惑も透けるあのちょっと入言っていくか分かんないって感じですよね。逆に中国がアセアン 諸国はですね行動機関を学んだ方がマナーマシだと思いますけどもね一体どの口で言ってんでしょうかと <laughs> 一方<の>中国は経済的な実力を示すことで ASEAN 諸国と緊密な関係を築いてきた域内での影響力がすでに米国を上回るまでになっていることを示すデータもあるシンガポールのシンクタンクが2日に発表した ASEAN の有識者らを対象にした調査では米国と中国のどちらかの選択を迫られた場合50.5%で中国を選ぶと回答2020年の 質問をを設けてて以来初めて米国を中国中が上回った政治戦略上の影響力が最も多い国地域を問う質問でも中国は43.9%で最多だったが米国は25.8%にとどまり ASEAN1 内での米国の影響力の低下がうかがわれる結果となった。あしまい ということで、最後の調査も微妙ですね。シンガポールは、華僑がね上層部を牛耳ってるので、今みたいなシビアな局面でね、えー、米中どちらがいいですかっていうふうに聞けばですね、それは中国に軍配を上げるでしょう。まあ、ですから、この結果はですね、そんなに驚きはしませんが、ただ一方で、インドネシア、タイ、ラオスなど、ここら辺が日増しに中国資本ね、ね支配を詰めておりまして、特にラオスなんかですね、もう中国資本のしゃぶ漬けみたいなふになってますよ。もう完全に依存体質で、えー、ラオスはですね、今 国内に経済特区と称してです、ね、中国の中国による中国人のためのカジノをオープンしてますからねしかもその周辺一帯に中国人街まで作らせちゃってね今のラオス政府の動きは正気の沙ととは思えませんプライドもへったくれもないっていうことですよねまあこういったラオスみたいな国がですね ASEAN で意見をまとめる際に中国寄りになるっていうのはまあちょっと厄介な感じがしますよねとあとまあ今回の訪米でいうと僕は岸田外交をねあんまり褒めるタイプではありませんが特にねこれバイデンとのくっつきがい 以降はちょっっとどどううななのかなというふうに思ってますけどもただですね、今回のフィリピンを絡めた中国の包囲網、これはいい線いってんじゃなかろうかと思います、裏でまたね、バイデンが糸引いちゃってるみたいな噂もありますけども、まあ、もしそれが本当だとしても、ですよ日本にとっては地政学的に見た場合、オーストラリアよりもです、ね、何倍もフィリピンの方が大事なわけでね、そこと友好関係を築いていくことは言うほど簡単ではないと思いますし、それにですね何よりも、南シナ海は日本のシーレーンがありますからね。 ここで何か紛争が起きたらば、まあ、石油が止まるって考えていくとですね、もう非常に恐ろしいね、海域なのでね、フィリピン周辺は。ですから、日本政府も沿岸レーダーをですね、フィリピンに提供したりとか、まあ、いろいろやって、それも含めて、日本と米国とフィリピンが目に見える形で握手をし、中国を名指しで批判するというのは、今までと比べて、もう一歩も二歩も前進したので、これは素直に良かったなというふうに思います。ですから、なおのことですね、なんで日米共同会見の席で、同盟国である中国ってね、言っちゃったのか。 まあいい間違いだったとししてもですすよ非常にタイミングが悪すぎましたただまあ重ね重ねで恐縮ですけどもあれだけ中国は怒ってんですからねこれは確信を持っていい仕事だと思いますとりあえずこのままの路線を維持してもらってそろそろ尖閣付近の通信部位ねあの中国製の通信部位あれの撤去をよろしくお願いいたしますとさてお次は首相にしたくないランキングでついにピンクの教祖様がてっぺんに上り詰めちゃったってお話をスマートフラッシュより見出しがですね次の首相になってほしくない政治から。 ランキング新次郎氏、石破氏を抑えた圧倒的1位はということで本文を抜粋して読んでいきましょう4月11日、時事通信が発表した内閣支持率は16.6%で岸田政権発足以来最低を更新した。 岸田首相は自民党総裁としての任期は9月まで、衆院の任期満了は2025年10月。そろそろ選挙ではどの声も聞こえてきている。まあ、でもどうでしょうかね。内閣支持率16.6%で解散に打って出るのは僕は無謀だと思いますけどもね。今やってれば自民だけでこれ40議席が落ちるんちゃうかというふうに思ってますので、自民党員ではない僕で,ですよ、や田さん。その辺かなり心配してますと。で、えー、そこで本市は次期首相についての独自アンケートを 調査を実施次期首相になってほしくないのは誰を全国の20代から30代の男女500人に聞いた対象としたのは次期首相としてよく名が上がっている自民党の政治家および野党党首たち13人で今後の日本を背負う若い世代がこの人だけは勘弁とですね考えてるのは誰かトップ5から見ていきましょう第5位25票で菅義偉おーここ来たかと。 首相在任期間は短かったものの、携帯電話料金の値下げや不妊治療の保険適用を実現、また新型コロナ対策への評価も高かったのだが、 そのなって欲しくない理由というのはあ、総理大臣時代、功績はあったかもしれませんが、いかんせん口下手 <laughs> 確かに。えー、総理になる人はコミュニケーション能力も必要だと考えます。えー、それから、菅さんというよりは自民党がダメ。今の自民党を見ていると、結局この人がまたなってしまいそうな感じがするので、なるほど。えー、それから、今75歳、この中では最も高齢な人、厳しいでしょう。うん、まあ、それもありますよね。 米国のバイデンバーサストランプを見ていても、正直どっちもおじいちゃんでね、ちょっと嫌だなって感じしますもんね。そっか、菅さんももう75歳かと。えー、それからお次は、第4位で、六十61票、河野太郎。<laughs> 自民党総裁選に2009年、それから2021年の2度出馬。2021年には最多の党員票を獲得したものの、決選投票の末、岸田氏に敗れた。X のフォロワー数は259万で、政治家ではントツトップだが、 なって欲しくない理由を聞くと、例の中国企業の透かし問題があったり、中国寄ると思われる面が心配。出た出た出ましたど真ん中ストライクでしょう大林美香みたいな人、ね、もゴリゴリの環境活動家の話を配聴に値するとね、自身のタスクフォースに入れてる時点で河野太郎は終わってますし、僕の動画では何回ももう言ってますが、自然エネルギー財団というのはですね、孫正義と中国企業がタッグを組んでやっている、電力版の一帯一路アジアスーパーグリッド構想ね、あれのロビー活動をやってるのは、 この財団ですからね。そんな孫正義の息のかかった財団からタスクフォースに2名も人材を入れる時点で河野太郎も孫正義と同様に一帯一路を日本に浸透させていきたいんじゃないんでしょうか。そういうふうに伺ってかかるべきです。いやー、さすがに河野はやべえぞと。それから続いて第3位68票、石破茂。<laughs> え3月の人質支の世論調査では次の首相にふさわしい人もトップに。え マジですか石破さんが、えー、2008年以来自民党総裁選に4回出馬しているだが集まった意見としてはずっと首相候補と言われ続けてそれでもなれないのはよほど人望がないのでは <laughs>、えー、この人が外国にいてスピーチをしている姿が思い浮かばないあまり信用できない人だと思う まあでも、石破さんはもうないですよね。石破派を解散した時点で、石破さん本人が主張を諦めたと思いますと。続いて、第2位が71票、小泉慎次郎。出たー究極の二世紀ね。えー、父、淳一郎の政界引退を受け、2009年の総選挙にすばし、初当選。菅内閣では環境省も経験した。言葉を並べながら中身が全くない。慎次郎公文は有名で。<laughs> その理由は、 え、総理大臣は人気投票でなれるものではない。今までの仕事っぷりを見ていると、とても任せられません。うん、わかるな、そこね。え、それからあ、環境省の時の仕事がひどかった。環境保護を認識の見方にレジ袋有料化、脱プラスチック、生活が不便になっただけだ。あー、それはあるあるですよね。え、それから、発言がトンチンカンすぎる。それを言っちゃおしまいよね、と。え、ちなみに僕の中でナンバーワンはですね、水と油を混ぜればドレッシングになるってですね、ああいった発言でしょうかね。いや、まあ、水 水と油をシェイクしてもですね、水と油、水と油のままですよ。 せめて酢と油だとかあ、醤油と油だとかね、調味料と混ぜてやらないとね。ですから多分ですけども、この新次郎ってイクメンっぽく見えるけれども、実際は家庭で料理が全くできない男だと思いますと。<laughs> でお次は堂々第1位ですけども、これはダントツの160票で山本太郎その人になります。これを聞いた小田有じが、来たーって言ったとかはないとか、<laughs> いや、言ってないと思いますけども、でもこの評価は皆さん妥当だと思いますよねと <laughs>、えー。2位の小泉氏に倍以上の差をつけて後 的位になった、えー、タレントから転身して2019年に令和を設立で、えー、首相になって欲しくない理由としては能登、えー、の地震でもそうでしたが言動が目立ちたいだけのパフォーマンスでしかない、えー、政策も非現実的で目先の人気取りのものばかり首相なんてありえない、えー、それから国会で葬式のパフォーマンスをしたいとにかくずれまくってる、えー、こんなのが首相になったら日本は破滅する昔は応援していた時期もありましたがだんだんと思惑の怪しさに気づきましたああ 本当、それわかりますよ。令和の支援者って、いつの間にか山本の信者になっててですね。そのままほっとくと、ショッキングピンクでね、脳が染まっちゃうんですもう、霊能者になっちゃいますからね。マジで令和の信者はやばい。えー、それからまだまだありますけどもね。理由として、えー、ベクレテルだとか、福島に関するデマの数々が、今も忘れていません。<laughs> これ、福島の方でしょうかね。えー、政治に無関心とれる若い世代だが、ちゃんと意見は持っているようだ。おしまい。 ということで、最初に言っておきますけれども、このフラッシュの調査というのは、調査数500人というふうに書いてあるものの、実際にどういうふうに取ったのか、ね、紙面でアンケートをしたのか、ネットでアンケートをしたのか、よくわからない部分もありますし、首相にしたくない候補として、え最初からですね、もう13名がリストアップされていて、 その中で誰が一番ダメダメなのかっていうのをですね、聞いておりますから、調査精度はね、そこまで高くないんですよ。ということをですね、前置きした上で、ただ、そうであったとしても、2位と2倍以上の差をつけて、山本太郎が圧倒的なですね、首相になってほしくない議員だと。いやー、もう胸がすくような結果でございますと。まあ、そういう理由とですね、彼の正体が奇弁士であるということがですね、だんだん若者も気づいてきたんだろうと思います。ちょっと一例を挙げましょうか。山本太郎は反原発論者で,ですねね、それ自体は別にいいんですけども、 レイアの習慣に集まってくる困窮層ね。まあ、貧乏人といった方が正しいのかな。まあ、困窮層に対して、原発はやめろ。才能を普及させるとね。まるで大橋美香みたいなことをですね、真顔で言ってるわけですよ。でも、現実的に考えていけばもう答えは出ているわけですよ。原発を再稼働した西日本エリアはですね、電気代が下がっていき、そして原発未稼働の東日本エリアはですね、電気代が高止まりしている。山太郎は貧乏の味方だと言ってるのに、結果的にはですね、再燃賦金を上乗せした高い高い電気代を抗議 これをめんとやつして何をめんと言うのでしょうか僕は山本太郎が大好きですからね「山本さん一緒にあのダンスやっちゃいましょうよ」「花粉やめろ花粉やめろ電気代下げろ電気代下げろ」電気代下げろってね。<laughs> <laughs> ああいうデモだったらば僕も参加したいと思いますそれからもう一つ言っておきましょうか山本太郎はほんの2年前までですね政府は全国民に毎月10万円を配ると言ってました仮にそれを実現してもですねインフレ率は2%を超えませんとだから安心して現金を配るというふうに言ってましただが皆さん今どうでしょうか昨年日本の平均インフレ率は3.21%で現金を配る前に2%を突破しました <laughs> 彼は10万円を毎月配ってもですねその2% 1%は超えないと言っていたのに山本太郎の経済予測がいかにデタラメか普通の人ならわかるはずです逆に彼がですね総理大臣なりベーシックインカムみたいな形で,ですね毎月ね今も10万円を配っていたら今頃ハイパーインフレが起きていたかもしれませんよそういうことに令和信者も気づいてくださいあーそれからそうだそうだ DJ そうだついでにこれも言っておきましょうか令和はこんな感じでですね連帯ユニオン関西地区生コン支部通称カンナマ等共同戦線を張ってますが徳永新一弁 講師弁護士によれば「万歳瀬戸 vs ナモコン事件勝訴」4月5日最高裁第2小法廷は関西ナモコンの上告を棄却し上告不受理を決定しましたこれで関西ナモコンを犯罪集団と評したこともあるいはナモコン業者から見かじめ料を取って私腹を肥やしているといった論評も真実に基づく公平な論評であることが確定したわけですとつまりですね <laughs> え最高裁が正式に カンナムは反社組織だと認定したわけですかね。じゃあその反社とどっぷり繋がっている令和新選組も反社の政党と言っていいでしょうよ。 しかも、このカンナマの事務所の中にはですね、堂々とハングル文字も掲げてあってですね、<laughs> マジで正体隠すのは下手です。北朝鮮と繋がってるのはこういう理由もあるんでしょうかこんな反射と繋がる男は日本の首相に、はぁ寝言は寝てから言ってください。まあ、20代、30代でもですね、山本太郎の激ヤバさ見抜けてますからね、日本はまだまだ大丈夫そうだと。まあ、そんなところで安心したところで、今日も話がなくなりましたので、これ下にして、最後はほっこりのだけで締めたいと思います。中国が日本に激怒と書きました。 フィリピン男性の私服と説きますその心は反発 <laughs> <laughs> そういえば今日はタイでソンクランというです、ね、水かけ祭りをやってまして、今日は朝から晩まです、ね、現地で楽しそうな映像だとか、ね、画像が僕のスマホに送られてくるんですけども、も、まあ、円安が栽培したということなんでしょうかね、日本人観光客がいまいち少なく映ってるんですよねということで、またどうでもいいことを喋ったところで、本日も面白かったた食べになったとかですねチャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございましたサザヤンでしたたで